生検支援センターです。1月26日から公募を実施しております。オープンイノベーション研究実用化推進事業の概要の説明をいたします。本事業は令和6年度政府予算案に基づくものですので、事業の実施は予算成立が前提となります。そのため、予算成立までの過程で公募要領等に変更がありえますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いします。1、生検支援センターについて。生検支援センターは、農林水産業、食品産業の分野で研究課題を公募し、選定した課題の実施機関に研究資金を提供して、研究の実施やその成果の普及を推進する機関です。生検支援センターが果たすべき役割として、国が定めた研究戦略等に基づいて行う基礎的な研究開発を研究機関や民間企業等に委託することにより促進するとともに、出口を見据えて執行管理を行い、研究成果を着実に社会実装に結びつけることを目指しています。そのため、応募にあたりましては、農林水産業、食品産業における課題を解決するために、必要となる技術などの性能や実用化の時期を明確にし、社会実装を明確に意識した研究計画の策定をお願いします。なお、提案書の様式において、目標実現に向けたロードマップとして年度ごとの目標を作成していただきます。また、生検支援センターは目標の達成が図られるよう、プログラムディレクター、研究リーダー等を配置して運営管理を行いますので、研究実施にあたりましてはご協力をお願いします。2、オープンイノベーション研究実用化推進事業について。オープンイノベーション研究実用化推進事業の令和6年度予算概算決定額は11億9千万円です。この額は新規採択分だけでなく、令和5年度に採択された研究課題の継続実施予算も含めた予算額です。本事業は農林水産食品分野の競争的研究費であり、農林水産食品分野における課題の解決のために必要となる研究開発については広く公募を受け付けています。また、異分野のアイデア、技術等を農林水産分野に導入する研究を重点的に支援する観点から、地の集積と活用の場からの提案については、採択審査時に加点による優遇措置があります。2の1、令和6年度の主な変更点について、まず、基礎研究ステージに若手研究者が研究統括者となり、若手ならではの新しい視点で未来を変える研究開発を支援する若手研究者応援タイプを新設しています。次に、基礎研究ステージのチャレンジタイプについて、研究グループからの応募だけでなく、単独機関での応募も可能となりました。また、若手研究者応援タイプの創設に伴い、チャレンジタイプの審査基準について、若手研究者からの提案の加算ポイントをなくしています。このほか、提案申請書について、一部記載内容の簡素化を行っています。2の2、研究ステージについて。本事業は将来、農林水産、食品分野での社会実装を目的とした革新的な研究シーズを創出するための基礎研究ステージ。基礎研究ステージ等の研究成果を社会実装するための開発研究ステージの2つの研究ステージからなっています。なお、先ほども説明した通り、基礎研究ステージに若手研究者応援タイプを新設しています。必ず基礎研究ステージから応募いただく必要はなく、開発研究ステージからも応募いただけますので、提案する内容に応じて希望するステージにご応募ください。課題の審査・採択はステージごとタイプごとに行われます。3、重要政策の対象について。全国的な課題解決に資する研究タイプとして、基礎研究ステージと開発研究ステージの重要政策タイプにおいては、国が推進する重要政策を解決するための研究開発であることが必要となります。国が推進する重要政策には、1、緑の食料システム戦略、2、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略、3、農林水産研究イノベーション戦略の3つの施策が該当します。各戦略の内容については、リンク先でご確認ください。
なお、3、農林水産研究イノベーション戦略については、現時点では2024年度版が策定されていませんが、骨子案が公開されていますので、そちらをご確認ください。また、2023年度以前の研究イノベーション戦略でも対象となります。2-4、事業のポイントについて、社会実装に向けたロードマップ等を踏まえて、実用化、事業化への発展可能性、実現可能性が審査されます。実用化される成果の時期や内容を明確にした目標設定をお願いします。民間企業が研究資金の一定割合を負担していただくマッチングファンド方式については、開発研究ステージのうち、研究成果の製品化・事業化を行う民間企業が主体となって研究開発を進めることになる実用化タイプにおいて必須となりますので、ご注意ください。2-5、社会実装に向けたロードマップについて、社会実装を意識する上で、実用化までのロードマップを明確にしていただくため、すべてのステージでロードマップを作成していただいております。この様式では、社会実装に向けて解決すべき課題、実施する研究内容が課題解決のために適切か、社会実装・実用化される技術の内容を記載いただきます。既往の研究成果に基づき、応募するステージにおいて、どのような研究を行い、どのような目標を達成するのか、また、次のステージ以降で、どのような研究を行い、どのような目標を達成するのか、最後に、社会実装・実用化の時期を明確にするとともに、出口戦略及び実用化後の普及目標の記載をお願いします。2-6、市場ニーズに対する普及戦略について、基礎研究ステージのチャレンジタイプ、若手研究者応援タイプを除き、市場ニーズに対する販売・普及戦略も作成していただきます。社会実装する相手先に向け、補足説明しなくても、この様式のみで研究成果がわかるよう、具体的な数値等を使いながら、簡潔に記載をお願いします。2-7、開発技術の評価と改善の実施について、開発研究ステージにおいては、研究成果のユーザーである農業者等が栽培技術等の実証試験を実施するなど、開発技術の評価と改善を行っていただくこととしております。農業者がコンソーシアムに参画して実証試験を行う場合は、後に説明するイーラドへの登録が必要となりますので、ご注意いただくようお願いします。2-8、申請者の要件について、申請者の要件については、法人格を有していること、研究を行う体制が整備されていることなどが求められます。これ以外にも細かな要件がありますので、公募要領で要件を満たしているかどうかご確認いただくようお願いします。3-1、知の集積と活用の場からの提案への優遇について、知の集積と活用の場からの提案については、採択審査時のポイントの加点による優遇措置が得られます。優遇を受けるためには、研究グループが2セクター以上の研究機関で構成されている必要があります。セクターの分類については、このスライドの緑色の四角内をご覧ください。また、申請までに構成員全員が同一の研究開発プラットフォームに参画していることが必要です。構成員の追加についても、申請するまでに産学官連携協議会の事務局までに届け出をして受理されている必要がありますので、ご注意ください。なお、研究委託費上限額の拡大と研究期間の延長の優遇措置はありません。3-2、基礎研究ステージの概要について、ここからは各ステージの説明に入ります。まず、基礎研究ステージは、全国的な課題等を解決するための基礎重要政策タイプと、地域
個別的な課題等を解決するための研究シーズ創出タイプのほか、若手研究者応援タイプ、チャレンジタイプの4つの研究タイプで構成されています。基礎重要政策タイプは、先ほど説明した国が提示する政策の推進に資する研究開発のみ応募できます。実施期間は3年以内、委託費の上限額は年間3000万円以内となっています。研究シーズ創出タイプも実施期間3年以内、委託費の上限額は年間3000万円以内となっています。なお、本事業では実施中の研究課題において優れた成果を創出し、かつ将来性が見込める場合は、基礎研究ステージから開発研究ステージへ公募を介さずに移行できるシームレスな仕組みを予算の範囲内で実施しています。基礎重要政策タイプにおいては、開発重要政策タイプに、研究シーズ創出タイプにおいては、実用化タイプまたは現場課題解決タイプに移行が可能です。続いて、基礎研究ステージ若手研究者応援タイプとチャレンジタイプの説明です。令和6年度に新設した若手研究者応援タイプは、研究統括者が若手研究者の場合のみ応募できます。実施期間は3年以内、委託費の上限は年間1000万円以内となっています。ステージ移行については、開発研究ステージの全研究タイプに移行が可能です。チャレンジタイプは、研究グループだけでなく、単独機関でも応募が可能で、実施期間1年以内、委託費の上限は年間1000万円以内となっています。なお、チャレンジタイプにおいては、ステージ移行の対象外となりますので、ご注意ください。ただし、令和7年度の新規公募時には、チャレンジタイプで研究を実施中の研究課題から、基礎研究ステージの基礎重要政策タイプ、または研究シーズ創出タイプへ応募する場合は、加算措置を実施する予定です。また、若手研究者応援タイプとチャレンジタイプは、知の集積と活用の場からの提案に対する加点の優遇措置はありません。続いて、審査基準についての説明です。審査については、全ステージ、タイプの共通として、1次の書面審査、2次の面接審査を行った上で、採択課題を決定します。また、審査基準については、外部専門家による科学的ポイントと、農林水産省担当職員による行政加点、さらに、知の集積と活用の場からの提案に対する加点などの加点ポイントの合計点で審査します。科学的ポイントの審査項目は、それぞれの項目ごとに5段階で評価されます。科学的ポイントをしっかり取るように提案書を作成いただきますようお願いします。ここからは、各ステージ、各タイプごとの審査基準です。基礎研究ステージの基礎重要政策タイプについては、一次書面審査では科学的ポイントの90点に加点ポイント10点を加えて100点満点で審査を実施します。次に、基礎研究ステージの研究シーズ創出タイプについては、一次書面審査では科学的ポイントの90点に加点ポイント10点を加えて100点満点で審査を実施します。基礎研究ステージのチャレンジタイプについては、一次書面審査では科学的ポイント100点満点で審査を実施します。
加点措置はございません。基礎研究ステージの若手研究者応援タイプについては、一次書面審査では科学的ポイントの95点に加点ポイント5点を加えて100点満点で審査を実施します。研究投下者だけでなく、すべての研究分担者も若手の場合は5点が加算されます。ここからは基礎研究ステージの二次面接審査の基準となります。基礎研究ステージの基礎重要政策タイプの二次審査の基準は、科学的ポイント80点に行政加点ポイント20点を加えて100点満点で審査を実施します。基礎研究ステージの研究シーズ創出タイプの二次審査の基準は、科学的ポイント90点に行政加点ポイント10点を加えて100点満点で審査を実施します。基礎研究ステージのチャレンジタイプの二次審査の基準は、行政加点ポイントはなく、科学的ポイント100点満点で審査を実施します。加点措置はございません。基礎研究ステージの若手研究者応援タイプの二次審査の基準は、科学的ポイント90点に行政加点ポイント10点を加えて100点満点で審査を実施します。3-5、開発研究ステージの概要について。開発研究ステージは、基礎研究ステージと同様、全国的な課題等を解決するための開発重要政策タイプと、地域・個別的な課題等を解決するための実用化タイプ・現場課題解決タイプで構成されています。いずれのタイプも実施期間5年以内、委託費の上限は年間3000万円以内となっております。なお、育種研究に対する実施期間の延長措置はありません。開発重要政策タイプは、基礎重要政策タイプと同じく、国が提示する政策の推進に資する研究開発のみ応募できます。実用化タイプは、研究成果を商品化や事業化により、自ら収益化を目指す企業が代表機関となり、研究開発を進めていくタイプです。代表機関は14ページにある研究機関等の分類のセクター4とする必要があります。現場課題解決タイプは、研究成果の公益利用を目的とする公設試験場などが代表機関となり、研究開発を進めていくタイプです。代表機関は14ページにある研究機関等の分類のセクター1とする必要があります。開発研究ステージの開発重要政策タイプについては、一次書面審査では科学的ポイントの90点に加点ポイント10点を加えて100点満点で審査を実施します。開発研究ステージの現場課題解決タイプと実用化タイプについては、一次書面審査では科学的ポイントの90点に加点ポイント10点を加えて100点満点で審査を実施します。ここからは二次面接審査の基準となります。開発研究ステージの開発重要政策タイプの二次審査の基準は、科学的ポイント60点に行政加点ポイント40点を加えて100点満点で審査を実施します。開発研究ステージの現場課題解決タイプと実用化タイプの二次審査の基準は、科学的ポイント80点に行政加点ポイント20点を加えて100点満点で審査を実施します。 3-8、 マッチングファンド方式について。開発研究ステージの実用化タイプにおいては、研究成果の商品化・実用化を行う民間企業が研究資金の一定割合を負担するマッチングファンド方式を実施することが要件となっています。
マッチングファンド方式は、政権支援センターが民間企業が自ら支出する自己資金額の1倍から2倍を委託費の上限額として開発経費を支援するものです。対象期間ごとに資本金10億円以下、または設立から10年以内の企業等の場合は、自己資金の2倍を上限として委託費を政権支援センターが支出します。また、資本金10億円を超え、かつ設立から10年を超える企業等は、その自己資金の1倍を上限として委託費を政権支援センターが支出します。具体的には、A 社が資本金が10億円以下、または設立から10年以内の企業で、自ら支出する自己資金が1000万円の場合には、その2倍の2000万円以内を政権支援センターから A 社の分の委託費として支出するということになります。マッチングファンド方式については、研究開発ステージの実用化タイプの代表機関は必須となりますが、研究グループ内で実証だけを行ったり、成果を活用して利益を得る意向のない民間企業が参画する場合、その企業は研究資金を自ら支出する必要のない民間企業として、提案書に理由等を明記していただければ、自己負担の必要はありません。ただし、その場合でも研究途中や研究終了後に成果を活用して新たな商品や免疫の開発を行った場合は、研究当初に遡ってマッチングファンドを満たすよう委託費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。マッチングファンド方式の自己資金の対象となる経費については、委託費に計上できる直接経費に加えて、設備品費の焼却費や契約前に保有していた消耗品も対象になります。研究費の翌年度への繰越は原則認められませんが、自己資金分については、マッチング対象額を次年度の自己資金に繰り入れが可能となっています。3の9、今後のスケジュールについて、1月26日から公募を開始しており、2月27日の12時が公募の締め切りとなっていますので、余裕を持って応募いただきますようお願いします。その後、4月から5月の書面審査、6月の面接審査を経て、7月中旬から下旬には採択課題の決定の公表をする予定としております。3の10、契約手続きについて、委託開始日について、採択課題の公表後、計画内容の確定など契約手続きに入るまでに時間を要するため、契約内容を定めた委託試験研究実施計画書の提出日から最大2ヶ月間、もしくは採択通知日まで遡ることを可能としています。4、問い合わせ先。問い合わせ先は以下の通りです。何かございましたらご連絡ください。なお、地域ごとに個別課題ごとの研究機関のマッチングや研究課題の内容のブラッシュアップ等の相談窓口を設けていますので、ご活用ください。eLAT での応募について、本事業の応募はすべて eLAT で行います。郵送やメール等では一切受け付けませんので、ご注意ください。特に eLAT の使用にあたっては、事前に研究機関及び研究者の登録が必要となり、登録手続きに時間を要する場合がありますので、まだ登録されていない場合は2週間以上の余裕を持って手続きを行ってください。また、eLAT システムに必要事項を入力し、応募書類をアップロードした後に、事務代表者が承認の処理を行わないと応募したことになりませんので、忘れないようにしてください。特に締め切り直前は応募が殺到し、つながりにくくなる可能性もありますので、余裕を持って応募登録をお願いします。手続きを忘れたり、ギリギリに手続きをして期限内に応募できなかった場合も、応募を受け付けることは一切できませんので、余裕を持って手続きをしていただくとともに、事務代表者の承認を忘れないようにお願いします。なお、研究インテグリティに関する情報の事前登録を行わないと応募ができませんので、ご注意ください。
最後に、知の集積と活用の場、研究開発プラットフォームについて、知の集積と活用の場からの提案に向けて、新規に研究開発プラットフォームを設立する場合には、このページをご参照ください。特に、産学連携協議会事務局への届出書の提出期限が、公募期間終了2週間前の2月14日になっておりますので、ご注意ください。事業の概要説明は以上となります。ありがとうございました。